和田茂明は、日本の実業家。レストラン西部、西部百貨店、総合の経営再建を手掛け、西部百貨店と総合の持ち株会社である、ミレニアムリテイリングを、セブンアイホールディングスとの経営統合に導いた。東京本郷の商歌に生まれる。早稲田大学高等学院、早稲田大学政治経済学部を卒業。大学在学中は、総大弁論部に所属した。 卒業後の就職先として、マスコミ業界入りを志向、在京放送局のアナウンサー試験を受験するも、全敗となる。次に新聞社を狙うも、これまた不採用となる。そこで方針を変え学生時代のアルバイト経験を生かそうと百貨店入りを目指し松坂屋を受験。役員面接まで進むも、不採用となる。仕方なく最後の望みを託し西部百貨店を受験する。 面接まで進んだところ、面接陣の中央に2年前に店長就任した堤美誠治が鎮座していた。仕事に関する質問が済んだ後に趣味の話となり、和田は好きな花作りについて触れ、土一理をしていると心が休まるとの趣旨を述べた。和田はこの際のやりとりが堤美の金銭に触れさいように繋がったと理解している。1957年。 学卒に規制として西部百貨店に入社。以来、衛進を重ね、高品質規制新し部クテッドラピドスの導入を成功させた功績で35歳で、取締役に抜擢され、40歳で常務に就任。売り場を店員に任せるショップマスター制度を考案。社内外で将来の社長候補として職望されていた。1983年、 経営不振に陥っていたレストラン西部社長への出向事例が発せられ、この人事を左遷と捉えショックを受けた和田は包みに辞表を出す結論に至ったものの、周囲の人々にいめられて冷静さを取り戻し事例を感受することとした。なお包みは和田の人事に対する左遷との見方を否定している。同年6月、レストラン西部社長に着任する。 当時の同社は42を呼ぶ業態を抱え、また和田が社長に就任するまでの20年間に社長が11人も交代しその度に経営方針も変わるため社内は閉塞感に覆われ社員の指揮低下は著しいものがあった。そうした中で和田は着任早々社員全員を集め、俺はこの会社、社員と運命を共にする。ここに骨を埋めるつもりでやってきた。 またどうせ、すぐ変わるだろうなどと思っていたら、大間違いだからなと言い放ち、経営改革に着手した。和田は、ことあるごとに社員を集め自らの方針を解き、さらに直接役員や社員にも手紙を書いたほか、社内法でも自説を唱え意識改革を求め続けた。そして日本リテイリングセンター社長で、日本におけるチェーンストア理論の第一人者とされていた。 厚み俊一の下に社員をトレーニーとして派遣し、チェーンオペレーションとチェーンマネジメントを学ばせた。さらに中期経営計画で掲げた多様な業態を開発しチェーン展開する方針に基づき、ファミリーレストラン、カーサや新コンセプトのダイニングバー、オールドニューなどの出店を開始。10年ほどにチェーン全体で店舗総数は1000店を超え、1989年には、 社名を西洋フードシステムズに改めた。1992年6月、バブル崩壊が顕著となる中で、西部百貨店医療機器事業部における架空取引事件が発覚し、社員2名を含む計5名が逮捕される事態となった。社内は、総然都市百貨店の信用は大きく傷つき、経営危機はピークに達した。同年7月には堤から百貨店建て直しを、 要請され、代表取締役会長として復帰。同年10月には、山中官が、百貨店業界は、もちろんのこと、産業界を震撼させたと評した、和田の筆による、社内法、片番特別号である、西部百貨店白書が刊行された。その内容は一貫して、経営人批判が綴られた劇文であった。これは、静岡県で開催された、 幹部社員向けの研修が再録されたもので、同白書は西部百貨店社員を対象に発行されたものであったが、社外費扱いされた形跡もなかったため流出し、思わぬ波紋を読んだ。和田は西部百貨店改革にあたって、社員の徹底した意識改革を求め、同年12月には一連のお約束広告の第一弾となる、まず、4月の新学期までに、 商品の包み方の一番上手な百貨店になりますの、文言が記載されたポスターが、店頭等に貼り出された。さらに、人員の整理や不採算店の閉鎖に加えて、1993年4月には、全役員の降格人事を断行。自身は、社長となり、社長であった水野誠一は副社長に降格した。また、大なたを振って、 マネジメント改革も推し進め、チェーンオペレーションを百貨店に導入しようとしたが、各店舗で独自だった放送紙等を共通化するにとどまった。そして1995年3月には、既存店舗の業態革新の端緒として、食品売り場を廃止して、ファッション専門ウォーダー内の転換を図るべく有楽町、西部の改装に着手。クラブオンポイントシステムを先行導入し、 バックシステムに工夫を凝らした同店は、改装から2年後には一時的に、単年度黒字に転換した。不採算店舗の閉鎖を進めるうちに、1996年2月期には、なんとか4期ぶりに、黒字に転換。その後4期連続で、増収増益を達成させ、西部百貨店の経営の復調を印象付けた。和田はこの他、包みが、 時代精神の根拠地宣言のもとに開館した西部美術館の後ろ身となるセゾン美術館の閉館を決断し、1999年に同館は閉館した。和田は閉館にあたって新聞記者の取材に対し、美術館の役割は終わったんじゃないですか。僕はそう思います。と述べた。百貨店文化事業部を取り仕切り、 常務を歴任した木の国健一は、そう言い切ったことは立派である思う。と評した。取材では他に、あなたはイエスマンばかり徴用していると言われているがとの新聞記者の問いかけに、自分をよく理解してくれる人間を徴用しているだけだ。そういう人をイエスマンと呼んでもらっては困ると返し、総大弁論部出身ならではの記弁を展開することもしばしばであった。 米国デザイン会社キャリーソンアーキテクチャ社のプランニングのもとに有楽町西部を皮切りに渋谷店、ついで静岡店と進めた店舗改装も店内通路をあまりに広く取るキャリーソンの手法が地方店では集客につながらず、また和田の提唱したチェーンオペレーションという名の商品部主導による画一的マーチャンダイジングの失敗とも相まって改装後1年を待たずに 売上高が前年割れを起こす店舗が続出し、改装したものの数年で閉鎖という閉店ドミノが生じる一因ともなった。工日する再生の象徴祖母新斎橋本店も開店後わずか4年で閉店している。1991年1月、筒みがセゾングループ代表からの引退を表明。セゾングループ筆頭代表幹事で声優会長であった高岡末明。 クレディセゾン会長であった竹内敏夫、そして和田が代表幹事を務める集団主導体制に移行していた。しかし1996年3月に高級が急成し、グループ全体の舵取りも和田が担う必要に迫られた。そこで和田は百貨店会長に退き、セゾングループ解体の引き金となった。 西洋環境開発と東京シティファイナンスの懸案処理に当たることとなった。和田は西館の処理に当たって同社の生産を主張。また西部百貨店は西館の筆頭株主で出資はしているものの経営には一切関与していないとして銀行団の貸し手責任を追求しメインバンクの第一官業銀行と激しく対立した。この和田の主張は 法満経営を見過ごした包美への批判を伴っていたとされる。一官から和田外しを要求された包美は、1998年11月に西玉木の処理にあたっては、銀行団に迷惑をかけないよう努力するとの趣旨が記された後に、包美ノートと呼ばれる制約書を提出。さらに包美は1999年3月に最低1401億円を、 セゾングループで負担すると訳した確認書をグループ各社の取締役解決議を経ぬまま銀行団に差し入れていたことが明らかとなった。これ以降、1401億円の負担を求める銀行団、中でも一関東取りであった杉田力士と和田及び西部百貨店の間は抜き差しならない状況となった。これにより、同年5月、和田は不本意ながら会長を辞任。 公式には65歳の定年内期にのっとり退任したと発表された。また同時に包みも声優の取締役相談役を辞任。グループ会社の役職からすべて降りて身を引いた。その後、西玉城の処理策は百貨店首脳と一貫首脳との間で継続され、2000年7月に西貫は東京地裁に特別生産を申請。 負債総額は5,538億円に上り、西部百貨店は500億円の損失負担を強いられたものの、和田の主張が受け入れられた形での決着を見た。なお、TCF については、親会社であった声優が処理を担当することとなり、渡辺則之社長が銀行団との交渉にあたり、1999年3月に銀行団との合意が成立。 声優は TCF の処理にあたって2800億円を拠出し、資金年出のため内部留保を吐き出したほか、ファミリーマート、良品計画、インターコンチネンタルホテルズグループの株式を売却した。これにより声優は2002年に住友商事の仲介により、ウォルマート参加となった。処理によって黒字に転換した TCF はウォルマートの意向もあって、 同年11月にローンスターへ売却された。2000年4月、大型店舗の展開によって、地域一番店を目指し出店構成を続けていた、総合に君臨していた、水島博が、千葉総合をはじめグループ企業の株をすべて、メインバンクであった日本工業銀行に提出し、会長を辞任した。水島の辞任は、水保ホールディングス発足前までに、 統合する産業が、祖合問題は全く報告を受けていない。こういう救済結果になったのは、理解に苦しむとまで述べ、政府、与党内部にあっても、見解の相違があることが明らかとなった。そして、亀石塚自民党政調会長が、祖合の社長であった、山田京一に対し、自主的に、再建放棄要請を取り下げてほしいと介入し、祖合は、自主再建を断念し、 同年7月12日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。和田は組合再建にあたり、一度会社を潰した上で大幅な再建削減が期待できる公的整理が最良の再建策であると考えていたため、民事再生法の適用申請は和田の意に沿う形となった。2000年7月26日、東京地裁が 民事再生法の開始決定を下したことを受け、和田は、次期社長部組で、総合特別顧問に就任した。和田は、顧問就任早々、古巣である西部百貨店の社長であった、堀内幸雄を訪ね、総合再建にあたっての協力を要請し、承諾を得た。また、水島をはじめとする旧経営陣の経営責任を、厳しく追及し、損害賠償を求め、同時に、 労働組合も追求し、当時の労組委員長は辞任に追い込まれた。同年8月10日には、西部百貨店会長であった米谷博士を、祖号の営業部門のトップとして招き、さらに西部百貨店の子会社であったミレニアム企画と業務委託契約を締結。同社が70名の人容で、祖号の再建計画の策定に当たった。再建チームは、 同年10月15日、旧店舗の再建断言と、残り13社12店舗を、総合本体の休眠会社であった、1 0号1社に統合するという再生案を、東京地裁に提出した。これに基づき2001年1月末、東京地裁は西部百貨店との関係強化を軸と、する再生計画案を認可。和田は、各店舗の統括を目的として、 新たに持ち株会社10号を設立し、同社社長に就任した。和田は、祖合再建の本格指導にあたり、西部百貨店と同様に、祖合白書を執筆。過去の経営陣を厳しく批判し、全社員に危機感の共有を求めた。さらに祖合にチェーンオペレーションを導入しようとしたほか、企業文化の刷新に加えて、人事労使の改善を進めた。 こうして2003年1月、蘇豪は再生計画を2年前倒しで達成。東京地裁も同月末に再生手続き終結を認めた。2003年1月、もともと財務基盤が弱かった西部百貨店が西館の生産にあたって500億円を拠出したことが、痛手となり債務超過に陥ったため、水保高ポレート銀行東取の斉藤博は、和田に、 西武百貨店に復帰するよう要請した。そこで和田は祖豪社長を兼ねたまま同年3月に西武百貨店特別顧問に就任。そして祖豪が西武百貨店の発行する第三者割当増資を引き受け筆頭株主となった。これにより十号が西武百貨店と祖豪を参加に置く体制となった。また同年6月には祖号がミレニアムリテイリングに 称号変更。さらに、同年9月には、ミレニアムリテイリングが、水保 FG と和田を対象に、第三者割当増資を実施した。発足時の資本金は1000万円。2003年秋の9000万円への増資時に8550万を和田が引き受け、これにより、和田の持ち株比率は86.5%まで高まり、一時的ではあったが、経営者で、 オーナー社長の位置についた2005年3月、西武百貨店は、私的整理指針に基づく再建を1年前倒しで、達成。さらに、同年9月には、和田の発案で、旧経営陣が進めていた、大阪店跡地の売却交渉を白紙撤回し、祖合創業の地である、大阪店跡地に、再生の象徴として新築していた祖合、新災橋本店が竣工し、 9月7日に開業した。完成披露式典には、西村正夫も駆けつけ、和田さん、祖母をあなたに任せて、本当に良かったと述べて、和田に謝意を表した。しかし、祖母震災橋本店は、和田の退任後に開店4年であえなく閉店、祖母創業の力の完全撤退を容疑なくされた。祖母震災橋本店開業と、同時期に、2005年9月1日、 伊東洋藤洋稼働とセブンイレブン及びデニーズジャパンの3社が株式移転によってセブンアイホールディングスを設立した。和田とセブンアイ HD を率いる鈴木敏文は和田が西部百貨店復帰時に講演を頼むなど兼ねてから進行が深かった。和田は2007年を目途としていたミレニアムリテイリングの株式公開にあたっては 安定株主を流通業界に求めていたこともあり、2社間で混乱を重ねるうち経営統合の話が持ち上がり、同年11月半ばから都内のホテルで条件等を本格的に詰めた上で合意。翌2006年6月1日、ミレニアムリテイリングは株式交換を実施し、セブンアイ HD の完全子会社となった。2007年5月17日、 ミレニアムリテイリング参加の主力店舗の改造がほぼ、済み、経営が軌道に乗り始めてきたことと、体調が万全でないことを理由に、自身の申し出により、会長職及びセブンアイ、HD 取締役から退いた。ありがとうございます。